最近いかがですか？今日もビジネス配信ライブナウ。あれ？ちょっと順番が変わった？ライブ配信ビジネスナウのお時間でございます。あら、ちょっと待ってくださいね。これ大丈夫かな？今日も日曜日、午後のひととき、皆様と一緒にライブ配信の楽しさやライブ配信のビジネス活用についてお話をしていきたいと思います。引き続き今日も私は、バンコクから、飛行機で1時間ぐらいなのかな？タイの南の楽園、プーケットからお送りしております。今日はちょっとね、少し高めにしたんですよね。いつもはこのベランダのですね、手すりのところが映ってしまって、ちょっと私、囚われのみたいに映ってたので、今日は少し、パソコンの台を高くしてみました。で、今日はね、日本からせっかく持ってきていたもので、使ってなかったこちらをポンと使ってみてるんですけど、ちょっとこれカメラの位置が高すぎますね。こういう感じで。今日は2カメ体制でお送りしていきたいと思います。今日のビジネス配信ライブナウ。またちょっといい順番がありますね。ライブ配信ビジネスナウお送りしていきたいと思います。さて、今日のテーマなんですけれども、今日のテーマは、皆さんのお客様が欲しいと思っているものとはどんなものかっていうことで、お話をしていきたいと思います。実はこの考え方は私のビジネスメンターである池田秀樹先生からいつも教えていただいていることなんですけども、皆さんがこのテーマで講座をやっていくよとかね、いうときに、皆さんはこれをお客様は知るべきだとか、お客様はこれを教えてあげた方がいいっていうふうに、すごくガチガチにいろいろなプログラムをあらかじめ作っておくとしますよね。もちろん準備は大事なんですけれども、あまりにも完璧すぎて、遊び心が入る余裕がない。何か一つ、イレギュラーなことが起こったら、もうそれ時間を調整するだけで、もういっぱいいっぱいになってしまう。っていうようなことに作っておくと、何が起こりやすいか。お客様が本当に求めていることが何であるかがわからなくなってきてしまうということなんですね。で、今日は、3月13日。で、今日のこのライブ配信ビジネスナウのテーマは、お客様が欲しいものは何なのかっていうテーマでお送りしていきたいと思います。それでは今日も皆様とですね、対話をしながらこのライブ配信をしていきたいと思いますので、皆様のコメント、愛の手、ご質問はこちらの画面の下の方のコメント欄の方にお寄せくださいませ。ちょっとね、こちらの方行ってみますよ。大丈夫そうですね。山口ゆりさん、今日すごいですね。もう朝も昼もね、素晴らしいと思います。いつも一番乗りありがとうございます。それではこちらね、多くの方に今日は見ていただきたいと思いますので、私の個人のページの方にも配信をしていきたいと思います。今日朝からはしゃいじゃってですね、プールで泳いだらですね、日焼けをしてしまった感じで、ちょっと肩がヒリヒリする感じなんですけどもね、もうね、日差しがとっても強いプーケットから今日もお送りしております。これで大丈夫かな？大丈夫そうですね。それはね、なぜそうに今日そのテーマにしたかというと、実はこのテーマも今朝思いついたんですよ。というのはね、私今、自分のショートコースを開催期間中なんですね。それと、本講座、45日の本講座っていうのが、今、同時期に、たまたま重なっている時期ですね。で、その本講座の、45日の生徒さんと、それからショートコースで 10 days ですね、学んでいただいている方が、時々ですね、融合してくる。ね、時々接点があって、お教室を2つを1つにすることもあれば、本講座の生徒さんがショートコースの方に学びに来てくれるということもあるんですけど、この2つのですね、長さの違う講座っていうのを、同時開催しています。これはいろんな効果がありますね。例えば、前、この番組の中でもお話ししたと思うんですけど、小学校に入学した時のことをちょっと皆さん思い出してほしいです。1年生、まだ学校の、配置が分かってない。まだ、ね、お友達も、新しいお友達、これからでドキドキしている。で、そういう時にね、皆さんが小学校1年生で入学した時に、6年生のお兄さんお姉さん、ね、その人たちが玄関まで迎えに来てくれて、これから1年生、今日から学校が始まるね。じゃあ学校の中をツアーして、ね、どこに何があるのか、いろんなとこをお兄さんお姉さんが手を引いて見せに行ってくれるっていうね。もうそれ私、もう何十年も前のことなんですけど、未だに、すごくあの時のことが嬉しかったんですね。そして6年生のお兄さんお姉さんは、今日初めて学校に来た。もう本当にまだピュアで、何もいろんなことが分かってなくてドキドキしている。その1年生の様子を見て、
あ、僕が私がしっかりとお兄さんお姉さんとして、この今日から入ってきた1年生を守ってあげなきゃ、みたいな気持ちにもなっていくわけですよね。はい。それで、私は本講座の生徒さん、本講座の生徒さんはもうすでに自分の独自講座を開催していたり、もうすでに7桁を超える売り上げを上げている人が結構たくさんいらっしゃるんです。で、それで新しく、ショートコースに入ってきた方は、これから今日初めてライブ配信をするって方もいらっしゃれば、今まである程度ビジネスをやってきたけど、いろんなことが頭打ちだったりとか、それからまあコロナでいろんな仕組みが変わって、ビジネスがちょっと立ち行かなくなったりとか、いろんな状況の方がいらっしゃるわけですよ。そう。なので、うちの本講座っていうのはすごく密度が濃いね、講座になりますので、ほぼ毎日何らかの形で皆さんと講座やコミュニケーションをとっていて、すごくこうね、集中講座なんですね。で、そこでもう結果を出しているお兄さんお姉さんたち、ね、その人たちと、こう新しく入ってきた人が融合することによって、彼ら彼女たちもそのステージですごく学びがあるわけですよ。ついこの間まで彼らもそうだったわけですから。で、新しく入った人は、もうちょっとだけ先行ってるお兄さんお姉さんが素晴らしい成果を上げている。それで困った人を仮面ライダーのようにやってきて、助けていく。もうその姿を見て憧れたりとか、すごいなと思うわけですよ。でも実際ね、その差は、まあ短い人で2ヶ月ぐらい。まあ長い人で1年ぐらいですけど、それくらいの差なんですよね。1年前は今もう7桁でね、もう大活躍してる、独自のオンライン講座をやってる先生も1年前は1年生だったっていう時代があるわけなんですよ。そう。で、私が今日それを見て思ったことなんですけど、お客様が何を望んでるかっていうことを聞いて、そしてお客様が望んでるものをタイミングのいいところで提供するっていうことが、これが一番お互いにとっていいですよね。お客様に成果も上がる。お客様欲しいものを聞ける。お客様望んでるものを提供してあげられるってことですね。それで、私今日てっきりですね、みんなはちょっとこう、心が弱っているから、それを、こう、なんだろうな、温かく包んでほしいっていうことを望んでいると思ったわけですよ。それで、きっと、こんな、カンテさんこれを望んでると思って、4つの設問っていうのを出してですね、アンケート投稿っていうのをしてみたんですよ。あなたがもしエクストラでボーナスセッションがあるとしたら、どんなものをあなたは欲しいですか？っていうようなことを出したの。私はてっきり愛の保健室を皆さんの心が弱っているところに、温かく包み込んであげるっていうボーナスがいいかなと思ったら、全くゼロだったんですよ、その投稿が。それで、私がちょっと笑いを取るために設問で入れたのが、マツコデラックス級に本音でコーチングしてほしいっていうやつを入れたんですよ。そしたらですね、それは本当におまけでつけたんですけど、それが一番投票が多かったんですね。だから、私はてっきりみんなは愛の保健室的に、まあ傷ついてる心とか疲れた心をちょっと癒してほしいのかなって思ったら、全然そうじゃなかったっていう。で、早速そのアンケートを見て、みんなはもう本音を言ってほしいんだ。大人になるとなかなか本音のことを言ってくれる人って少なくなってくるし、どんどん年を重ねてくると、だんだん頭も固くなってくる。人の助言とか、人の良かれと思ったアドバイスを、素直に受け止められなくなるとか、そういうこともあると思うんですけども、なるほどなと思ったわけです。みんなきっと本音のことを知りたい。本当に何がうまくいってないのか聞かせてほしい。痛みは伴うかもしれないけど、ずっとそれが解決しない方の痛みの方がずっと苦しいわけですよね。だからみんなは本音で自分のコーチングをしてほしいっていうところのお客様の欲しい商品っていうのが分かったんですよ。で、これ本当にですね、意外な展開になることがすごく多くてね。そう、それで、例えば皆さんが何かご自分の商品とかサービスを提供するとき、もう自分の自信作、もうこれは私の自信作だと思って出したときに、全然お客様からの反応がなかったりです。で、逆にですよ、皆さんがあんまり狙ってなくて、ちょっとこう、まあ、エクストラで、抑えでやっとこうみたいなのが、すごい大ブレイクしたりとかですね。はい。そんなこともあったりしますよね。それで、じゃあ一番お互い双方向にとっていいことは何か。例えばそういったサービスなどを提供する主催者側は、お客様に喜んでもらう、お客様のお役に立つ、そしてお客様に結果を出すっていうところが、主催する人の、これはミッションであり、喜びですよね。で、お客様は自分が困ってる悩み事を解決してくれる。自分の聞きたかったことを教えてくれる。ね、自分がこれだと思って探してた商品が、目の前に現れるっていうことがお客様望んでることなんですよね。だから、お客様に欲しいものを聞くなんて恥ずかしくてできないわとか、
そんなお客様に欲しいものを聞いたら、何この人、ちゃんとそんなことできるのって思われるかなとか、まだ起こってない問題を皆さんすごく先に心配してしまうんですけど、本当に幸せなことは、主催する側が、その大切なお客様のお役に立つこと、お客様の欲しいものを提供して、お客様がその価値を得て成果を出すことなんですよ。そのお客様が現状から飛び出して変身することなんですよね。そう。だから、もう皆さん、お客様に何が欲しいのかっていうのを聞くことは恥ではないです。お客様が欲しいものを伺って、それに応じた適切な商品を作る方が、お客様に絶対喜ばれるし、お客様は本当に必要だって思ってくれると思います。必要のないプレゼントをもらっても迷惑なだけで、お客様が欲しいよっていう商品はちゃんと適切な値段で、適切な価値で、それが必要な方にはちゃんと分かっていただけますから、お客様に聞くということを恥ずかしいと思ったり、自分がそんなの聞いたら馬鹿にされるんじゃないかって思わずに、どんどんお客様とコミュニケーションを取っていくといいんじゃないかと思います。この考え方は私の師匠である、プロダクトローンチの第一人者、池田秀樹先生からも教わった考え方です。はい。それでは今日のコメントご紹介していきます。北海道十勝から、山口ゆりさんね、朝もお昼もありがとうございます。お客様が欲しいものは何か。まず皆さんの中で自分のテーマは絶対あるはずですよ。自分が得意なものが。ね、その大外枠が決まったら、その中の見出しはお客さんと一緒に考えて作っていく。そして提供するってことですね。そうなんですよ。日差しが強くても、なんかすっかりね、焼けております。はい。おまけが1位だ。そうなんですよ。今日ね、まさにね、おまけが1位になりましたので、そのおまけをですね、具体的なものとして提供しようと思っていますね。はい。アンケートは本当に大事です。自分がこれだと思った質問を私は4つお出しして、皆さんから投票してもらうんですけども、その中に当てはまらないものもあるんですよね。なので、フレキシブルに、こう余白のところに、あなたがもしこの4つの質問の中で欲しいものが当てはまらなければ、自由に書き足してくださいね、とかですね。あと、まあ、もっともっと具体的に書く場合は、コメント欄を自由に使ってくださいねっていうふうに、その方たちが参加しやすい環境を作っておくってこともとっても大事かなって思いますね。はい。ということで、今日はそうした学び、私がこれ絶対みんなが一番に聞きたいだろうなと思っていることがゼロで、私がおまけで、もう申し訳程度につけたものが圧倒的に1位だったということで、今日の午後は、その本来おまけだったものが一番皆さんに喜んでいただけるテーマということで、この後お送りしていきたいと思います。ちょっとまた有料のね、別のお部屋に行ってしまいますので、ライブ配信ビジネスなのはここで失礼しますけれども、また明日も日本時間の13時にお目にかかりましょう。あ、12時か。12時にお目にかかりましょう。ありがとうございました。